皆さん、どうもどうも、よろしく頼むし、ドラゴン TK です。では、本日は、ポケットモンスターバイオレット、ホゲータ縛り、ラウドボン編で、ね、やっていきたいと思います。では、前回の、ほんの少しの続きから、やっていきましょう。今回はね、多少ちょっと、スグリ戦やった後、消化する感じになっております。消化という名のトレーナー戦をやっていく感じになっております。なので、スグリね、まず戦っていきましょう。最初に持ってくるよ。最初にね、主になるところを持ってくるよっていう話。ほんま、おちょんち。言ってる場合ちゃうんだが、ロートリボを受け取っていくよね。ではまあ、ゼイユかスグリに話しかけてね、先進めていきましょう。まだ無双できるよ。まだ無双できるよ。無双祭りよ。うん。ラウドボーンでね、いろんなトレーナー、言ってる場合ちゃうんだな。間違えてスグリに話しかけているっていうね。ゼイユに話しかけて、話しかけないといけないんだ。ちょっと下回ってないかな。ちょっと下回ってないかな。かなかなかな。日暮らしになっていくな。ポケモンでも何でもないからって。うん。そういう話。ね、そういうことよ。まあ、今回もね、いろいろと会話とは、アーボ聞かせて、アーボ聞かせてやっていこうと思うんで、よろしくお願いします。やらかした。嬉しいだろ。言われてますね。お、お見通しか。お、お見通しに、ね、物知りメガネを、見通したところで、っていう話。ほんまそれよね。この北上ではアイテムの方で本気かどうかが分かるっていう。ね。ステータス的にそっちが、そっちで本気具合が分かるっていう感じなのかな。やっぱね。気合いなんか好きとかよう持たせてるしさ。スグリとかゼイユ。きっとそうなんかな。なんて思った。すぐに買ってくよね。いや、じゃあ、すぐに買ってくよね、すぐに。いやー、シャレになってもんだ。言いたくないのに。わやじゃろうだ。めちゃくちゃやろう。めちゃくちゃやろう、オブシーン。やばいやばい。瞑想しだしているポケ客が。もうこれ以上は言わないでおこう。これ以上は言わないでおこうと言いつつも、どっかでは言っていくと。じゃあ、あとはね、スグリには勝ったんで、看板さ、読みに行きましょう。看板は大事。看板は大事と言います。読むのはね。ま、一応そこは情けでね。見せてる感じかな。まあ、ターボ聞かせてるわけやから、関係ないんやけど、カットしてもいいんやけどね。そこも。それするとなんか味気ないかなと。あ、ターボ聞かせて、先やっていってるわけやけど。今回は、まあ、なので、あとはトレーナー戦をね、主にやっていこうと思うよ。トレーナー戦ね、ノラの、小林お姉さんしかり、お祭り少年みしかり、まずは声をかけて達郎よ、お願いしますよ。まだつぼみをね、燃やしてってやろうか。バトルしようぜ。間違えてね、ターボ効かしすぎて、アーボ効かしすぎて、やちゃちゃターボ効かしすぎて、なんで言い直した。うん、怠けてたし、怠けてたね、ラウドボン。やばい、いろんな意味でやばい。
勝負に勝つよね。ただ勝負には勝つよね。まあそんな感じよね。そんな感じよね。無双できちゃうもんね。もう、穴掘っていく。そして、リンゴリンゴ。と言っている、彼女と戦っていくと。戦っていくと。カジッチラスト。刺されると。カジッチはね、さ、ドラゴンなんで、効果抜群ないんで。なら、フリアゾンビしかないでしょ。喉スプレーも持たせてもいいかもね、やっぱね。二度目、何度も言ってもらうけど。大事。なことやから。実際に大事なことやから。まあ、途中から変えるわけやし。では、消化試合なんで。消化試合なんで、ハイパーボイスね、初めて使いましたね、北関の里の中で。近所迷惑にならんかな。ラウドボーン。ラウドボーンのハイパーボイスで。カチッチ、マキッチ。俺っち、カチッチ。言ってしまった。言うつもりなかったんだから。だがな。ほんとな。カイヤさんね。すごいお姉さんね。落ちえなせんね。落ちえなもん。燃やしてってあげましょう。燃やしてってあげましょう。丁寧に。丁寧に言ってよく。言ったところでね、何ら大して変わりないんだけど。本当に。カイヤ戦ではね、あと種棒なんで、もう燃やすしかないでしょ。いや、と思ったら冬打ちで来る、来る。冬打ちで来る。ちょっとびっくりする。ちょっとびっくりする。ほんとびっくりしたね、今のはね。満身はダメや、ね、入ってよし。入ってよし。では、入っていこうと言われたんで、入っていこう。入っていこうや。スマホロトムのカバーね、ここだけ撮ってますね。ここだけね。ちょっとでも北上の、機能を追加していく。で、トモックプロが来て、看板さ、呼んでいくべ。呼んでいくべ。一つ目、来る。いや、ちゃちゃ。一つ目です。じゃあ、呼んでいこうか。アーボ聞かせて。いや、でもだからターボや言うね。なんか、T が抜ける。T が。T が抜けちゃうよね。言ってもらいたい。いや、でも実際抜けてしまうことがある。実際似てるし。実際似てるし。味を染み出して、もっと言う可能性も出てくるっていうね。そこはちょっとご容赦ください。ちょっとそこをご容赦ください。最初やし、こんな感じやね。距離感ね。カモネギと。カモネギとは言ってないかな。カモとは言っていた。だからネギかなと思って。全然ちゃうのにな。ほんまな。で、この先もね、北上センター前で今回呼ばれる感じになりそうやね。まあ、14、5、6分をちょうどいい時間帯としてますから、自分の中で。バイオレットの一匹縛りにおいて。で、そこまでで、ギュッと詰めるか、もしくは、ぐだぐだやっていくのかは、その時の気分次第になってます。その時の気分次第になってます、ほんと。え？ってなるよね。
マジで？うん、俺のさじ加減。それは、実際そうやから、いつも、そこら辺否めないけど。だから、なんか、やらかすときもある。それは、さっきに謝っとく。たまにあるからな、ほんまな。こんだけって言われるとき。俺も自分でも分かってはいいんだけどね。うん。いるんですけど、なかなかね、ちょっと、体調が芳しくないときとかもあったりするし。でもそれでも毎日したいしっていうので。ところどころね、変な時間帯にで終わってる時もあったりするけど、まあ、今何してるかというと、地面タイプの技を覚えさせようかな、思い始めている頃は。で、またね、やってきました。いやー、いいよね。この坂耐えられるかな？いや、心臓破りの坂なんかな。そんな気がすんね。なんとなくね。ケントさん、ね。勝負をお願いしますね。なぜか止まってるけどね。なぜか止まってるけどね。では、デルビル戦ね。もらい火の可能性あるんで、ハイパーボイスしかないっていうね。セドボールもあんま効かんし。ただそのおかげで、ゼルビルは一発で、行くっていうね。の、困ったらね、そりゃちょっと困ってもないわな。困ってはないかな。うん。クリアソングでね、一発ですね。鋼鉄入ってるんでね、楽ですよ、ほんと。楽すぎるよ。しかも種族地の嵐よ。だからこそのこの無双よ。うん。まあ、そのうちできなくなるんですけど。そのうちね、うん。北上の地面集。あたりらへんでね、どこかで絶対、やらかしてる、構図が思い浮かぶけど。ひらひな？ん？だっけ？いや、じゃあひらひらか。どのクラゲのね、モノクラゲとヒラヒラが合体したんかなと思ってた。来たよね、確かね。クエスパーターの進化前。合ってるよね。ふと、不安に陥る。陥った挙句、確認するっていう。よし、じゃあ次よ、次。バトルしようぜ感じやからね。バトルメインやから。北上センター楽しい行事が盛りだくさん。都会に行くともっと楽しいことが盛りだくさん。いや、元も子もないことを言うない。実際そうやからね。コミケとか、そういう東京ゲームショーとか。いや、コミケとか他でもあんのか知らんけど、行ったことないからさ。うん。行こうっていう気にもならんのよ。その距離やと。その距離やと。うん。どこに住んでるかは言わんけど、わざわざ。その距離やと。近場やってで行ってるんやろね。うん。それはもう、すごく。ただ遠いから。ただ遠いから。だから行かない。そこまでして金かけていこうとは思わない。だから、プレゼント企画のやつとかで当たったら行こうかなと思ったりした時もあった。あった。すげえあった。うん。それは否めぬ。否めぬ。配達員ね。会社お願いしますね。イキリンコね。弱いね。弱いねって言いつつ威嚇されて攻撃下げられていくけど関係ないからね。ガードボーンには特攻型なんで。クリアソング打つしかないよね。
リアソング打ってからの、もうちょいでレベル上がりそうですね。もうちょいでレベル上がりそうですね。でまた威嚇されーの、群れて威嚇してるってなんやろ。群れてというか、次のポケモン、次のポケモンで威嚇されるっていうさ、その子がさ、少し、変なね、変なでもないんだけど、現代日本人を、ネット特有の感じを彷彿とさせるっていうね。言ってることをすっかすかっていう。だから。そこに行くよね、やっぱり。まあ、といったところでね、今回はこの辺で終わらせていただきますかね。